今回はつけてよかったオプションシリーズの第3弾になります。第3弾はセンサー式タッチレス水栓をご紹介したいと思います。これはキッチンの水栓のオプションになります。メインで使う水栓の切り替えをタッチレスにするものになってます。でこの黒い部分がセンサーになっていて、ここに手をかざすと水が出ます。もう一度かざすと止まります。手をかざしてから水が出るまでも止まるまでもほとんど時間差がなくて、かなり反応がいいです。このレバーを動かすことでシャワーにもできます。先端が外れるようになっていて、シンクの掃除にも便利に使えます。あと水の止め忘れ機能も備わっていて、10分間水を出しっぱなしにしていると勝手に止まるようにもなっています。このタッチレス水栓がなぜ良かったか、唯一にして最大のメリットなんですが、なんといっても衛生的ということです。料理中に生物を触ったりだとか、汚れたものを触った時でも蛇口に触れることなく水を出すことができます。蛇口周りっていうのは目に見えない菌であったり汚れが付着していて、意図せずそういった汚れに触れてしまうことってあると思うんですが、このタッチレス水栓にすることで衛生的に使うことができます。このセンサーですが、完全に両手が塞がっている場合でも腕や肘、なんなら顔とかでも反応するのでとても便利です。もちろんハンドル操作の回数が少ないので、水栓のハンドル付近の水垢の防止にもなります。あと見た目もすっきりしてていいですね。遊びに来た友達の中には水の出し方がわからない人もいました。デメリットというか、普通の水栓と変わらない部分もあって、水の勢い、水圧だったり、水とお湯の切り替えっていうのは手動で行う必要があります。なので任意の水圧でないときはどうしてもこのハンドルに触れることになります。ただこのタッチレス水栓には上位グレードがあって、水とお湯を切り替える部分までタッチレスになっているものも選べるみたいです。これは一条工務店のカタログには載っていないので、水とお湯の洗濯もタッチレスにしたい方は営業さんに自ら希望しないといけません。詳しくはリクシルのナビッシュで検索してみてください。うちが採用したものはナビッシュの B5 タイプというもので、標準のものとの差額は 13,100円になります。ちなみに定価は 78,000円もするそうなので、なんかお得感はありますよね。もう一つデメリットというほどのものではないんですが、どうしても誤作動してしまうことはあります。センサーの感知範囲は数センチだと思うんですが、誤ってセンサーの感知範囲に体の一部が入ってしまって水が出てしまうなんてこともたまにあります。あとは先ほどの水の止め忘れ機能について説明したんですが、あえて10分以上水を出し続けたい人にとってはこれがかえってデメリットになるかもしれません。ちなみに停電時ですが、停電するとこのセンサーが機能しなくなるので、水が使えなくなるのではと思われる方もいらっしゃると思います。停電時にもここから水を出す方法はあって、シンクの下にある手動弁を操作することで応急処置的にはなるんですが、水を出すことはできます。ただ水栓自体ここだけではないと思うので、わざわざここで水を使わずとも洗面所とかの水を使う方がいいと思います。簡単ですがこんな感じで、つけてよかったオプションの第3弾としてセンサー式タッチレス水栓をご紹介しました。うちの採用した B5 タイプであれば差額の 13,100 円と、そこまで高くはないものだと思うので、迷ってるくらいならつけてもいいのかなと思います。むしろ上位グレードに変更しておけばよかったかなとも思っているくらいです。まだ打ち合わせの段階の方はこの動画を参考にしてみてください。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。